羽生ュゆずるさんをおとり、方角に合わせ軽やかなステップ、ファンタジーオンアイス、開幕。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジーオンアイスが26日、千葉市内で開幕し、男子で五輪連覇を果たした羽生ュゆずるさんら、国内外のトップスケーターたちが華麗に待った。 ハブさんは大鳥で登場し、方角に合わせて軽やかなステップで会場を沸かせた。昨年12月にグランプリ、グランプリ、ファイナルで金メダルを獲得した女子の三原 V、シスメックスも出演した。公演は全国4カ所で行われる。読売新聞さんはスポーツ紙以外で唯一青いの記事を載せてくださったんですよね。本当にありがとうございます。紙面の都合で仕方ないのかもしれませんが、 方角とかではなく曲名とかも書いていただけるともっと嬉しかったです。現地で観戦しました。ちょうどハビエルが滑っている時に地震が起きたんですよね。SS 席で観戦してましたが、座っていた席は会員席らしく、手拍子してるだけで座席が揺れるようなところだったので、最初は地震だと思わず、だけどそれにしては妙に揺れるなと思っていたら全体が揺れてきたので、そこで初めて地震だと気がつきました。 しばらくしてからアナウンスの方がここは震度3だと知らせてくれましたが、幕張メッセは埋め立て地に立っていることもあって、体感的には4以上に感じました。落ち着いた時に、隣り合わせた方と、ハブさん大丈夫かなと3.11の時にホームリンクで震災に遭っているので、またその時の気持ちが蘇らないといいけど、と心配になりましたが、公演の最後にハブさんの、気をつけて帰ってくださいの言葉に、 逆にこちらが励まされたような気持ちでとても嬉しかったです。地元民からのおせっかいです。万が一地震で京葉線が止まってしまった場合でも、総武線の幕張本郷駅と京成線の幕張本郷駅から海浜幕張駅方面のバスがたくさん出ています。遅れることはほとんどありません。京成線は悪天候で他の路線が運休になった時でも動いていることが多いです。 昨日のショー終了後に電車の運行状況のアナウンスがあったのはありがたかったです。内房線、外房線沿線にお住まいの方は無事に帰宅できたでしょうか。ハブ選手がショーの最中に自信に合うなんて辛いです。でも観客やスケーターたちへの気遣いをされたようで、本当にすごい人だな、とつくづく思いました。そして気分が新たに、せっかく見えたお客様のために全身で盛り上げてて、やはりさすが羽生結弦だ。 ってところを見せてくれましたね。衣装から何から最高。アスライビュー。嬉しいです。やっぱりハブさんが演者の人も、ハニューゆずるさんも、自信怖かったでしょ、ハビエルさん。大丈夫かな、ゆずさんだいぶ気を使っていましたね。自分のことより、来場者や皆さんのこと、今後はまだ続くでしょう。これ以上大きな自信祭がいないと良いけど、ハニューゆずるさんもお怪我しないように。FOI ではなく、ファオイに訂正願う。FOI だと。 フレンズオンアイスの略で、全く別のアイスショーであり、これは荒川静香メインのアイスショー。ファンタジーオンアイスは、ファウイで区別しないといけない。